はいこんばんは今日は岩木市に来ています JR 岩木駅から徒歩で二分ぐらいになるでしょうか夜明け市場これを聞けばピンとくる方たくさんいらっしゃると思いますこの夜明け市場の中にあります NPO 法人たたき上げジャパンが運営していますコワーキングスペースというところの二階にあるミーティングルームにお邪魔しているんです、えー、今日私の方からお送りする、えー、福島未来マップは このいわき市のコワーキングスペースから若い2人の声をお届けしたいと思います。福島未来マップ今日の未来マップチャレンジャーは？自己紹介をしていただきましょうか。はい。えっと福島工業高等専門学校2年の長山優香です。はい、そしてえっと福島県立いわき高等学校2年の小野緑です。 そう若い高校生の2人の声をお届けしますがさあこの高校生のお二人何をやっているか教えていただきたいんですがどんな活動でしょう、はい、私たちはトモトラという団体に所属していますこのトモトラは友達トラベルエージェンシーの略でいわき市の高校生たちがいわき市を舞台にバスツアーを行っています。 このバスツアーは HIS さんのバックアップを受けて、今成り立っていますあのトモトラというのがしっかりとご説明いただいて、私ももう心強いばかりなんですが、えー、この活動は初めてどのぐらい経ちますかと私としては、大体1年ぐらい経つんですけど、うん、このトモトラ自体は約3年か2年半は経ちますねあじゃあ、もう先輩たちがいろいろと作ってきたものもあるわけですね。 そうです先輩たちが築き上げてくださった長い歴史がありますね。長い歴史があるて、はい、詰まった歴史があるということですよね。はい、さあこの、えー、トモトラという活動なんですが、なぜやろうと思ったんですかそうですすかそうねこれは立ち上げた方は、立ち上げた方も私たちも同じ友達,友達プログラムというものに参加して、3週間、夏休みにアメリカのバークレーに行ってます。で そこでいろいろ地域復興とか地域社会をより良くするためにやっていうものを学ぶんですがその時ちょうど福島県っていうのは震災後で観光客がすごく激減していたんですねでそれでこの地,地元を活性化させるためには集客をすることが大事だということを学んだのでこのトモトラが出来上がりました高校生が集客をしたら面白いんじゃないかということで今出来上がってますこんなにしっかり 物事を言う高校生がいるのかとびっくりするんですが高校生だという証拠が実は永山さんの手にありまして思いっきりいろんなことが書いてあるのでこれは何まず手のひらに書いたのは今日のこの収録のことを絶対に忘れちゃいけないと思って朝学校に来て書いたもので、はい、あのここにこうに書いてあるのは、えっと、この友ト虎トのツアーが次に5月9日10日にあるんですけど、はい、それのツアーに向けて事前に挨拶に行くための。 それを忘れちゃいけないっていうことでああののペンで書けましたあのラジオをおきの皆さん手の甲とか手のひらにマジックで書いちゃうなんてなかなかないと思うんですがまさしく高校生が作っている、えー、ツアーなんですさあ今お話にありました今度の5月9日10日に9回目のツアーがあるということで伺いましたけれどもでももう明日からゴールデンウィークに入りますよね小野さんに伺いましょうか。ははいい学校ももお休みですもん、ね、そうですすんねそう このゴールデンウィークを挟んですぐにツアーがありますが遊んじゃうんじゃないのゴールデンウィークご予定おありですかあ予定は、まあ、遊ぶ予定もありますけどあ,るんだねあります <laughs> でもそのメンバーでその私たちがトモトラのツアーでお世話になるスポ,スポットの方に挨拶に、うん、ゴールデンウィーク中に行く予定があります<ー>いろんなスポットがあると思うんですけれどもそれは何かこう決まり事があるんですか 一人一人スポットの担当が決まっていて、そのスポットごとに挨拶に行ったりとか、情報を交換したりとか、ね、小野さんはちなみに、どちらに行かかれますかと私は、古滝屋というあの泊まる宿泊施設にと、あと、中野坂という場所にの担当をしています、うん、そこに実際、お客様をお連れするそうですね、はい、お連れした時に、えー、なかなか、まあ、ツアーガイドなわけですよね、はい、説明もするんですか そうですねおすす,めスポッおすすめの場所とかそういうものを紹介ししたりしますこれまでにいろんなツアーこれも9回まで9回目ということですから実際にお客様をお連れしてお客様の反応ってどんな感じですか本当に楽しんでくださってまた岩城に来たいと言ってくださる方が本当に多くてととてても嬉しいなと思っておりますツアーを組むにはご苦労もありますよね永山さん、どんな苦労がありました そうですねやっぱり高校生活とこのトモトラの両立っていうことで大体いい放課後に主に活動しているんですけど最初はやっぱりなかなか高校も違って集まれなかったりっていうのもあったんですけどこのコワーキングの松本さんっていう方がこの場所を提供してくださったおかげで、うん、今スムーズにミーティングもできてて昨日もミーティングしたばっかりで今は何も困ったことはあまりないですねあじゃあこのトモトらツアーというのは順調に進んでいるわけですねそうですね あのそうですね集客もだいぶあの新聞とかに広報した新聞の社の方に協力してもらって広報したおかげでそれもスムーズに集まったんですけど今はただあのメンバーの代替わりということで高校3年生の方たちが大体いい受験期に入られるのでちょっとメンバーが減ってしまうというのが今ちょっと困っているところメンバー大募集中そそうでですすすすね特に男子子学学生生をすごいい募集してます女子学生ももんんんななトトの皆さんなんですがえ最後っっともっと いろんな、ね、お話を伺いたいんですけれどもこの番組では番組のテーマ曲を作ろうということでインタビューをした皆さんから復興への思いを寄せる歌を作るにあたって歌詞に入れてほしい言葉を集めて歌詞を作っていきたいと思っていますお二人からぜひ言葉をいただきたいんですがちょっと二人の声で一緒にいいですかいきますよせーの地元愛これは何でですか とこの地元愛っていうワードは絶対、トもトラメンバーが必ず持っていてこのツアーを始めるにあたってみんな地元愛を強く持った人たちが集まりましたでツアーを重ねるごとにその地元愛がすごく増していくんですね、うん、みんなそれぞれこのいわきで好きな場所があるし好きな大人たちがいてでまた好きなお客さんたちも来てくださるだからもうお客さんも自分たちもすごい地元愛っていうのが高まるのでこのワードを選びました、はい、そういうお二人いわきは好きですか 大好きで,大好きです <laughs> はい、そんな言葉をいただきました今日は、えー、トモトラのお二人からお話を伺いました、えー、お二人ともありがとうございましたありがとうございました,ましたこちらからは以上です